はいどうも皆さんこんにちは。本日もあつ森やっていきましょうか。そして気づけば年末年始でございます。あとちょっとで年末年始か。早いね。皆さん今年はどんな年でしたか？もしよろしければコメント欄でコメントいただけると幸いです。よろしくお願いします。けど本当に今年はね、ありとあらゆるねゲームが出てきてびっくりしたわ。特大タイトルめっちゃ出たもんね。スプラトゥーン3とかサンブレイクとか、あとスカーレットバイオレットで、ポケモン関連で言うとアルセウスとかで、そのちょっと前にはなんとあつ森のダウンロードコンテンツ、さらに大型アップデート。そう思うとね、2021年の年末からめちゃくちゃラッシュが続いていましたね。ただそれもね、もう1年過ぎ去ろうとしてるわけで、まあそう考えるとめちゃくちゃ感慨深いものがありますね。さあ、ということで、あつ森やっていきましょうかね。そして、もしよろしければ、チャンネル登録、そして、高評価、このタイミングで、ポチッとしていただければと思いますね。はい。まあ、そんな感じ。で、まずですね、こちらから紹介していきましょうか。そうなんだよなぁ。なんか、いろいろね、自分がスカーレット・バイオレットをやってる間にあったみたいで、ちょっとね、トピックスについて紹介していきましょう。で、まずね、あつ森、シベリア・ヘルツ、キャラメル、エレフィンなど12月生まれの島民たちがスイッチ用アイコンパーツに登場と。で、交換期間としましては1月の10日9時59分まで、まあ、結構中途半端ではあるんだけど、まあ、この期間にですね、なんとこの限定のスイッチ用アイコンゲットできるんで、もしよろしければ皆さんこちら参加されてみてはどうでしょうか。で、あとはあつ森と大井お茶のペットボトルカバー、こちらのコラボがですね、実施されております。で、確か2週間前ぐらいだっけな、まあ、結構前ですよね。こちら、キャンペーンが開催されておりましたので、まだ売ってるかどうかわからないけどさ、あーけどまだ残ってるじゃ残ってんじゃないかな。まあ、全国のコンビニでこちらコラボされてるみたいだから、もしよろしければですね、皆さんもこちら購入されてみてはどうでしょうかと。はい。で、他にはですね、あつ森ゴディバっていうところで、まあ、こちらがね、あつ森関連で言うとトップニュースとなってます。で、具体的な内容としましてはこちらとなっていて、あつ森ゴディバ、たぬきちたちがキュートなチョコレートに変身と。で、具体的にはこんな感じみたい。へえ、めちゃ可愛いね。任天堂スイッチ、テレビ用ソフト、あつ森と高級チョコレートのブランドゴディバがコラボレーションと。2023年のバレンタインに限定コレクションゴディバミーツあつ森として登場するラインナップをチェック。へえ、なんかすごいな。はいはい、なるほど。まあここ冒頭ではあつ森のことについて書かれていて、でそのあつ森とゴディバがコラボして、でこれが基本的にはバレンタインコレクションのテーマであるメリーゴーランドで、あつ森の住人たちが描かれた可愛すぎる限定オリジナルボックス入りで全6種類が展開するということで、まあこれがね販売されるっていうことか。まあこれはね、まあ誰かにあげるよみたいな感じでしょうか。まあ自分で食べるのはちょっともったいないからね。へえ、まあこういったおしゃれなものが販売されるみたいなんで、もしよろしければ2023年1月6日より全国のゴディバショップで、あとは全国のコンビニでもね数量限定で販売されるみたいですので、あつ森が好きだぜっていう方、ゴディバが好きだぜっていう方は必見ですね。けど年明け早々にこれ出てくるんだ。うん、まあそんな感じでございますね。はい。ではキャプチャー解除しましょうか。いやーけどどうなんだろうな、ゴディバって。俺あんまりねゴディバ好きじゃなくてさ、皆さんどうですか？なんかゴディバのチョコレートってさ、本物のチョコなんですよ。なんで言ったらいいんだろうね。多分カカオの純度がめちゃくちゃ高いんですよね。で、なおかつその砂糖とかがあまり含まれていないのかな、まあ、本当になんか純粋なカカオ、こちらをベースに作られていて、いかにもその濃いチョコレートって感じなんだよね。俺なんかどちらかというとなんか安物のチョコレートの方がさ舌が合っていて、まあそれこそなんか100円の板チョコとかなんかあんなん食ってる方がね俺美味しく感じるんだわ。自分だけでしょうか。ゴディバもね美味しいっちゃ美味しいんだけどな、逆になんか本格的すぎてね俺はあんまりかな。そしてジャジャマルどうした？すまんな、俺ちょっとスカーレットバイオレットで忙しくてあまり構ってられなかったわ。
こう見えておいら意外と打たれ弱いところあるんだからな。あんまりいじらないでくれよ。頭の上に何かぶってんだ。そして皆さん気づきましたか？もうすぐクリスマスでございますよ。そうなんだよな。気づけばもうクリスマスか。今まであまり実感湧かなかったけど、そうなんだよな。気づけばもうすぐクリスマスでございます。皆さん準備はされておりますか？クリスマス、リアルのクリスマスも厚盛りのクリスマスもどちらも盛り上がるからね。でクリスマスのイベントに関してはおそらく去年とそんなに変わらないんじゃないかな。まあ、去年というか従来と変わらないよね。どうなんでしょう。まあ、ちょっとねそこは今度調べて動画にさせていただきますわ。はい。2022年版のクリスマス、3回目のクリスマスか、あつ森出てから。まあ、そう考えるとめっちゃ感慨深いよな。よし、ということで中に入るか。ですっかりとたぬき商店もクリスマスって感じがするね。いや本格的な冬だよ。お、いらっしゃいませと。でこれ年末年始というか、クリスマスの期間はね、ここの左下のスペースにおもちゃが売られているんですよね。いわゆるおもちゃ家具ってやつか。で仕掛け本と、で仕掛け本が売っているわけですが、2000ベルとなっております。いや、いらないかな。ごめんな、申し訳ねえな。ちょっと俺いろいろ用事があるからいらねえわ。用事関係ねえか。けど、おととしだっけな、ゲットしたからね、さすがにもう一ついるかって言われるといらないかな。だとブラックフライデーも終わりましたね、そういえば。サンクスギビングも終わったし、サンクスギビング終わって、ブラックフライデーも終わって、なんかもう本当に落ち着いたって感じですよね。だと本当に泣いても笑っても、クリスマスを迎えるだけみたいな感じでしょうか。そう、それなんだよな。あとは本当にクリスマスを迎えるだけで終わってしまうでございます。で、あとはエイブル行きましょうか。で、この時期はね、トナカイとか、あとはサンタのコスチュームが売っている時があるんで、そこのところも必見ですね。お、こんにちは、キヌヨちゃん。いらっしゃい、手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそと。久しぶりに来たね。お、これはまさしく、クリスマス限定の服じゃねえか。で、まあ、こういったものも売っていたりとか、で、あとは試着室に入りましょうか。で、こちらの中に入ると、こういった形で服がね、めっちゃ売ってるわけよ。で、これらもですね、何気に、まあ、クリスマス限定ではないんだけど、冬限定のコスチューム、服となっております。で、冬の時期しかこちら手に入らないんだよね。確か。で、まあ、こんな感じ。で、もみの木のワンピースとかは確かクリスマス限定だっけな。まあ、結構こう見てみると、限定の服装が割と多いね。はい。まあ、ざっと見た感じだと、このような形になっていて、ただま、お目当てのトナカイであったりとか、サンタは、なしですね。はい。なしでございます。はい、ということで、ここ後にしましょうか。よし、ということで、ここを後にしようぜ、エイブルシスターズ。けど、あつ森久しぶりにやったな。皆さん、あつ森はやってますか？どうですか？けど、あつ森やってるぜっていう方って、もうあんまりいないよね。やっぱり、今の時期だと、みんなスカーレット・バイオレット、ポケモンバリバリみたいな感じでしょうか。けど、ポケモンとさ、あつ森って割と親和性が強くて、あつ森やってる人って、ポケモンもね、結構やってるイメージがあるわ。まあ、逆もしかりかな。ポケモンやってた方は、あつ森もちょこっとやってましたよ、みたいな。まあそういった人も多いみたいですね。で、冬。こちらは、社畜へ窓の外。社畜へってね、言われるのちょっと面白いな。窓の外。降り積もる雪。眺めつつ。我が子を思い。糸を編む夜。風邪をひかないように母より。ってことで、ポケットにしまいましょう。これ、中身なんだろうね。で、中身は何なのか見ていきましょう。で、こちらなんですが、プレゼント開けていきましょうか。母の手編みセーター。おー、懐かしい。懐かしいね。で、これね、確か毎年変わるんですよ。毎年変わるんですよね。で、母の手編みセーターなんだけど、これ、なんか若干おかしいな。まあいいや。なんか若干色がおかしいけど、まあそこは置いときましょうか。
あ、これは11月か。多分11月ですね。で、これは何だっけな。ちょ、見ていきましょう。プレゼント開けましょう。おい、頼れる母のキッチンマット。まあ、こんなものもあったね。はい、まあ、そういったところで今日の動画一旦終わりましょうか。まだチャンネル登録を済んでない方が、もしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも、あつ森動画、見ていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。そして、高評価も最後にポチッとお願いしますね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、じゃあのー。